もう世界でトップの信頼できない国となった韓国ですが、竹島を日本領土と世界が認め始めています。今回はこの竹島をイギリスやオーストラリアが日本領土と認識している事例を詳しく見ていきます。告げ口外交から今では嘘つき外交へと変化、レッドチームの中国や北朝鮮にもそっぽを向かれています。これで F-35B を渡したら情報漏洩決定です。2021年現在、日本の領土問題として広く認識されているものには、ロシアとの北方四島、韓国との竹島、韓国名、独島、中国、台湾との尖閣諸島の、主として三つが存在していると、多くの方が思われていることだろう。ことに、近年は、尖閣諸島等に向けた中国の圧力が、大きく、最大の係争地域としてクローズアップされているが、中国海警局の艦船だと小競り合いが続く中、それでも中国の実効支配を何とか防いでいる状況にある。尖閣諸島に対しては中国のみならず、台湾までも自国領だとする主張を掲げているが、そんな台湾を自国の核心的利益と呼び、武力を伴うか否かは別としても、いずれ必ず統一すると宣言しているのが中国だ。このため、中国による台湾統一が果たされる先には、尖閣諸島も自動的に中国の領土に組み込まれるシナリオが明白であり、自国の防衛のためにも、日本は中国の台湾統一を阻止する必要がある。無論、同時並行で、中国側の尖閣諸島への物理的な上陸を行わせない方策が必須であるが、いずれにせよ実効支配されてしまえば、ロシアとの北方四島、韓国との竹島のように、話し合いで返還を図ることは事実上不可能だろう。太平洋戦争後の日本は、日本国憲法によって、紛争解決に武力を行使することを固く禁じられており、実際に、ロシアとの北方四島、韓国との竹島、韓国名、独島等に対して武力で奪還するような行いはできず、今日に至っている。したがって、尖閣諸島に関しても、中国がその気になれば、すぐににでも実効支配下に置かれる可能性があり、何としても、その状況を回避できるように、海上保安庁の艦船等による、物理的なガードを強化するしかない状態だ。台湾海峡有事をめぐっては、2021年10月、アメリカのバイデン大統領も、台湾の防衛に軍事力を行使することを明言はしているものの、アメリカ国内のメディアからは、台湾自身がまずこれに立ち向かう必要があるとの異論も聞かれる。これは、中国の台湾への武力侵攻が発生した場合、台湾が自ら立ち向かう姿勢を示さない限り、あえてアメリカが中国と事を構えるような事態は得策ではないと判断しているようで、日本の尖閣諸島についても不安が増す。究極的にはアメリカ自体が中国軍の攻撃にさらされない限り、台湾有事や尖閣諸島においてもアメリカ軍の軍事介入には慎重であるべきとの世論がアメリカの中に一定数噴出しており、身につまされる思いを新たにする。さて、そうした状況下、韓国との竹島、韓国名、独島の領有権問題について、日本側の主張を裏付けるイギリスやオーストラリアの公文書の存在が、東京都千代田区霞が関の領土主権展示館で新たに示された。この領土主権展示館では、2021年9月28日より、太平洋戦争に敗戦した日本が、アメリカを中心とする西側連合国と締結したサンフランシスコ平和条約の70周年を迎えたことを記念して、
新たな公文書を公開したものだ。少し歴史を紐解いてみると、1945年8月に太平洋戦争の敗戦を迎えた日本は、その後、アメリカを中心とする連合国軍最高司令官総司令部 GHQ のマッカーサー元帥等の統治下に置かれ、1952年4月までその状態が続いた。マッカーサー元帥は1945年9月にいわゆるマッカーサーラインをあくまで暫定的に設定。そのライン内で日本の漁船の操業を認めたが、そこには竹島、韓国名、ドクトが日本側の枠外になっていたことは事実である。しかし、これは GHQ サイドの便宜的なものであり、1951年9月に調印されたサンフランシスコ平和条約では、日本が返還する地域は、最終島、巨分島、仏領島を含む朝鮮と明記された。そのため、この調印の2ヶ月前の1951年7月、韓国政府は、これに、竹島、韓国名、ドクトを追記してほしいとの要請を行うも、翌8月に、アメリカ側は、竹島、韓国名、ドクトは日本の領土と認める観点から、それを拒否している。当時の韓国の初代大統領であったイ・スンマンは、これを不服として、1952年1月に、いわゆる、イ・スンマンラインと呼ばれる、マッカーサーラインを踏襲し、竹島、韓国名、ドクトを、韓国の領土とする、一方的な境界線を打ち出した。サンフランシスコ平和条約の記述に背いた、この韓国の、イ・スンマンラインの宣言に、翌2月には、日本はもちろん、アメリカもそれを認めることはできないと、抗議を行ったが、韓国は、今に至るまで、竹島、韓国名、ドクトの実効支配を続けている。韓国は、これまで、竹島、韓国名、ドクトの帰属について、アメリカのみが、日本の領有を認めている状態に過ぎず、決して、サンフランシスコ平和条約を締結した、連合国全体の総意ではないとの主張を繰り返してきた。しかし、今回、領土、主権展示館にて展示された、1951年1月付のイギリスの公文書では、竹島、韓国名、ドクトを、日本の領土とするアメリカ案に、イギリスが同調したことを、連合国の一国であるオランダに示したことが、記されている。また、1951年7月に、オーストラリアの外務省が、当時、韓国の釜山に駐在していた同国の外交官に送った電報も新たに展示しており、そこには従来の韓国側の主張を覆す内容が送られてと読み取れるものとなっている。具体的には、この電報の内容は、サンフランシスコ平和条約が定めた日本が、破棄すべき最終島、巨分島、仏領島に、竹島、韓国名、ドクトを加えるよう要請したものだ。そして、その破棄対象に、竹島、韓国名、ドクトを加えることを了承させる目的で、韓国側は、その地理上の位置を偽って要請しており、オーストラリアとしては、これを容認することは、できないとの見解が示されているという。こうした領土主権展示館による日本の主張を強化する新たなイギリスやオーストラリアの公文書の存在に対し、韓国側がどのようなリアクションを見せるかを予想すれば、残念ながらこれまで同様に黙殺するのみだろう。しかし、日本側の主張が根拠のあるものだと世界に示すためにも、たとえ韓国側が無視すると承知の上であっても、日本側としては、こうした地道な証拠、公文書の提示等で、
抵抗の姿勢を示し続けることには大きな意義があると思える。何しろ韓国は2007年に就役させた強襲揚陸艦にわざわざドクトと命名し、国内世論の反日政策への誘導を堂々と進行させており、以降の軍の装備も日本への対地攻撃を意図したかのような潜水艦トサンアンチャンホを配備している。さらにトサンアンチャンホの最終型となるバッチ3では原子力潜水艦化を志向し、国産初の3万トン超級の軽空母計画を始動させるなど、どこに向けた軍備なのかと不思議にすら思う行動を取り続けている状態だ。こうした状況を見るにつけ、日本は自国の領土でも一度実効支配されてしまえば手も足も出ないと感じざるを得ず、こうした前例を発情に、尖閣諸島が同じ状況に陥らないような政治決断を強く希望してやまない。